巨人の菅野智之外マオフに海外 FA 権を行使してメジャーへ挑戦する意向であることを米スポーツ専門局 ESPN の敏腕ンン記者で知られるジェフ・パッサン氏が報じたまたフランシス・ロメロ記者によるとドジャースのムーキー・ベッツ31と同じ代理人事務所 VC スポーツグループと契約したという今オフの FA 市場ではサイ・ヤング賞投手のコービン・バーンズオリオールズブレイクスネル ジャイアンツらのトップクラスの先発投手に加わり、1年の短期契約で好投手獲得を狙う球団が興味を示す可能性が高いとの見方も伝えられている。衝撃的なニュースが日米を駆け巡った、敏腕記者で知られる ESPN のパッサン記者が情報筋の話として、彼の世代では日本プロ野球で最も成功した日本人投手である巨人の菅野智之が、この冬に海外 FA でメジャーに来ると報じたのだ。 菅野は今季24試合に登板して、最多勝タイトルが決定的な15勝3敗、防御率1.67の成績で巨人の優勝に貢献したが、同記者は復活したことで、ついにメジャーへの道が開かれたと伝えた。MLB 公式サイトなどの複数のメディアが一斉にこのニュースをフォロー。ロメロ記者は、独自ネタとして、菅野のメジャー挑戦の本気度を示すように、すでにドジャースで大谷翔平と位 2番コンビを組んでいるベッツが契約している代理人事務所 VC スポーツグループと契約を果たしたと報じた。菅野は以前、山本義信らが契約している代理人事務所ワッサーマンと契約していた。菅野は14勝2敗、防御率1.97の素晴らしい成績を残して MVP を受賞した20年のオフにもポスティングによるメジャー移籍を目指した。米専門サイトトレードルーマーズによると、